ここんんんにちは、こんばんは、ばですよろしくお願いします。今回は編みながらラジオ3回目なんですが編んでない。<laughs> 編みながらラジオを撮ろうと思ったのに編んでない状態です。ちょっと今編む工程じゃないんだよ。<laughs> 編む工程じゃないんだよ。しかもね、さっきね、撮ってたんだけどね、 撮ってたんだけど、ポンポンを作るときに撮り始めたの。ポンポンを作るときに撮り始めたから、あのー、糸をね、巻いてるときに喋ってたら数を数えられないし、で逆に数数えてたら喋れないっていう状態が起きて <laughs>、それをコントみたいに何回もやっちゃって <laughs>。 なので取り直しまして今ねここまで進んだところです、はい、なので、えー、ちょっとねさっきね喋ったところがあの全部消しちゃったので最初から喋りますで何を話してたかというともうあのね前回前々回編み物歴私のね 編み物歴を話してたと思うんですけどその続きですねえー、と前回確かね靴下を編み始めた辺たりで終わったかなと思うんですけどでそこでねあの前回言い忘れてたのが私前回はあの編みぐるみを あの編んでた頃に、あのー、働いてなかったほとんど働いてなかったみたいなことを確か言ってたんだと思うんだけどねあの親の手伝いをどうのこうのとか言ったよね確かねでそのその後ねちゃんとあの働き始めておりまして靴下を編,編んでた時期はもう働いてたと思います うん、働いてたんじゃないかなうんなんで働いてたのかというとオパールケイト買ってるじゃん私ね自分のお金で買ってるからさ <laughs> だから働いてました <laughs> でまあちょっとねオパールケイト買ってるじゃんっつったけどそこ前後してちょっと前回ちょっと話してたかもしれないんだけど、あのー、靴下を編むきっかけ最初のきっかけがベルンド・ケストラーさんの「 スパイラルソックスの本が発売された頃にあの本屋でね見つけてってあの表紙のバスの窓えー、っとオパールケイトのバスの窓っていうねあの色に惹かれて編みたいって思ってなのでねその本を買ってそんで当時 ユーザーヤにはオパールケイト売ってなかったんですよ。私ね、あのー、その本も鎌田で買ってるし、鎌田にユーザーヤがあるから、ねユーザーヤ寄ったんだけど売ってなかったし、<laughs> あ売ってないんだって思って、でネットで調べてよっ、ネットで調べました。 でそしたらね私最初の頃にオパールケイトを買ったのはあの手芸さん楽天で手芸さんで買ってたんだよね。でその頃にケイト屋さん その当時のケイト屋さんっていうのはドイツであの販売されてたドイツであの販売されててあのネットでね販売されてたケイト屋さんなんですけどなので手芸さんとケイト屋さんで主に。 糸と針を買ってましたね、えー、でね、確かね、当時、最初にね、5本針、コリブリ、コリブリだよね。あのー、アディのコリブリっていう針を買ったのは、毛糸屋さんで買ったんだよね。で、その5本針で、スパイラルソックスも編んだんじゃなかったかな。違ったかな。<laughs> ちょっとそこら辺は <laughs>。 あんま覚えてないや。そう、コリブリでねああ、何か編んだんだよね。5本針もちゃんと最初使ってたんだよ。だけどさ、私5本針向いてなくて、あの、持ち方がさ、あの、今日ね、ちょっと、あの、今日かぎ針だから、<laughs> かぎ針すら持ってないけど <laughs>。今日は、ちょっと、も持ち方も、あれ、 説明できないけど私あの持ち方がねあのロシアンスタイルだって前に確か言ったっけまあライブかなんかでかな動画でもなんかの動画で言ったような気がするんですよなんですけどロシアンスタイルで、うん、なのでなんか 5本針が扱いにくいのね。<laughs> 扱いにくいのね。で、それで、あの、最初に、その、スパイラルソックスは5本針で編んだんだけど、まあ、スパイラルソックスぐらいならね、あの、筒状にまっすぐ編んでいくから。 編めたんだけどねご本針でもねまああのその5本針もさあの以前はさ編みぐるみのさあのポンコちゃんポンコちゃんねあ最近作ったんだけどさポンコちゃんのこの帽子は昔から作ってるんだけどそれこそあのね以前にブログに載せてるんだけどさ あの、当時これを作ってた頃も、この帽子、ゼロ号の5本針で編んでたんだよね。<laughs> 私、5本針すごい苦手なのに、これすっごい頑張って編んでたんだよ、当時。ね頑張ったね、私。<laughs> そう、で、5本針やっぱり苦手で、スパイラルソックスぐらいだったらまだいけたんだけど、あのー、その頃に、そのスパイラルソックス、 を編んでた頃にちょうどフェリシモのクチュリエの KFS さんあのマルティナさんのねあのドイツの風景の,あの靴下を編めるキットが発売されててでそれをあの毎月購入してたんだよねでそれで5本針でね最初チャレンジしたの でそのね靴下のかかとの編み方は富士山かかとっていう形だったかな確か。でその編み方と私の5本針の扱いがちょっとどうしてもね難しいなあってなって今だったらまだもう少しマシかもしれないんだけど当時は本当に靴下編み初心者だったから全然編めない。 右も左も分からんという状態だったからでそんなに棒針もあの簡単なものしか編んでなかったじゃん帽子とかねあでも帽子そうね <laughs> 帽子とかまあミトンとかねそこら辺しかあでもあれだよねプルオーバー編んでたなまあでも、まあ、そんなに難しいのはできなかったんだよね その、そのね、苦戦、苦戦を強いられて、なんとか仕上がったんだけど、あのー、吐き口から編む,編むタイプだったかな、確か、あのー、靴下。それで、サイズもちょっとブカブカになっちゃったの。<laughs> 長さがね、ちょっと、丈が長くなっちゃって。それで、ちょっと、納得いかなかったんだよ。 納得いかなかったんだけど、あんな素敵なドイツの風景のあの素敵な糸をさ、そこに消費しちゃったわけだよ。<laughs> そ、そこで消費しちゃったから、 その後、ドイツの風景2周目っていうのをね、私はね、あの、フェリシモノクチュリエのドイツの風景の2周目をしたわけなんだけど、そこを、そこね、あの、あれね、高いんだよね。<laughs> お値段が。普通に、今だと KFS さんのサイズでドイツの風景買えるから、まあ、あ千千0 1消費税ついて1900いくらかなだったかななんだけど、 あの、あのキットを買うと2000いくらだっけ ?2700 いくらだっけ ?2800 いくらだっけなんかちょっとき金額はそこまで覚えてないけど2000円台後半だった気が、2400いくらかなごめん。まあ2000円台なんだよね。それを、まあ、あの、ランダムに届くから同じ、あの、使った糸が2週目にいつ届くかわかんないっていう <laughs> 状態で <laughs>。 仕方ないから2周したっていう状態 <laughs> まあそれはさておきその靴下の編み方はちょっと私的には納得がいかなかったんだけど、あのー、その靴下初心者時代は本を買って、えー、マジックループの編み方をまず覚えたんだよね。 でまあな何の靴下編んだかっていうのはインスタグラムの方に全部載せているんだけどなのでちょっと詳しくは省きますが本を見て編んだのが最初の方に何足か編んでますで靴下編みというか <laughs> 靴下編みというか最初はそのオパールケイトとかクレイジーザー・バーボールとか ね、あの、糸の素晴らしさに惹かれて、糸を集め始めちゃったの。で、糸を集め始めたら、もう編みたいじゃん。で、靴下だったら、あの、毎日履き替えるものだし、で、私、足が大きいから、市販の靴下、あんまり、なんか、なんかね、 なんかね <laughs>、市販の靴下あんまりって感じだったの、ずっと。それが手編みの靴下ね、作って履いてみたら、すごく良くて、あ、もうこれ手編み靴下だけを履いて生きていこうって思ったんだよ <laughs>。は、履き心地もいいし、あの、自分にしか作れないじゃん。あの、段染めってさ、色の出方がもうスタート時 にねあの決まるから全く同じっていう色柄の靴下を誰もが編めるってわけでもないからあすごいなこれ面白いなって思ってあもちろんね断染め糸じゃない糸で編んでねあの同じように編んでもいいと思うんだけど当時はね当時は断染め糸に惹かれてそれでで 糸をね、買ったので、靴下をいっぱい編みたいなーってなって、そこからよ、<laughs> 沼よ <laughs>、沼ですよ。まずね、あのー、針、マジックループ用に、最初にね、アディの2.5ミリ、80センチの輪針を使ってたんだよね。 なんだけど、すぐにアレルギー <laughs>。当時はニッケルフリーじゃなかった。当時、売ってって、売ってたやつはニッケルフリーじゃなかったの。アレルギーになってしまいまして <laughs>。手がね、手がね、大変な状態になったんですよ。かあの、それで編んでたら、もう、ここら辺の指に、指がなんかボロボロになるの。あの、針を触ってた指が。 で、指にすんごい穴が開きやすくてさ、もう、その、なんか、針が触るたびに、痛い痛いって <laughs>、痛いってなってた <laughs>。あんな、そんな出来事もありました。あ、で、ちょっとね、そこでね、話し忘れてた。話し忘れてたというか、針の前に話すべきだったね。あの、靴下を編み始めた最初の頃に、糸作さんのね、靴下編みの動画。 あの本を見て編んだちょっとあとぐらいにね糸作さんの靴下編みの動画に出会うわけですよ。で三角町のボックス型かかとっていう素晴らしい編み方に出会いまして私ねあの足の甲がめちゃくちゃ高い甲高幅広で足がでかい。 っていう特殊な足なのでまあ特殊って言ってもまあ2 5ンチだけどさねもっと足大きい人もいるよねうちのお母さんとか足大きい人がもっといるのですがまあ私もちょっと足が大きい部類で市販の靴下きついし市販のあの市販の靴 もう25.5を買うぐらいのちょっと困った足をしているんですけどそこでね三角待ちっていうね高が高い人向けのいい編み方が知れたわけですよ。であの他にも靴下編みのテクニックみたいなのを。 糸作さんの動画で学ばせていただいてそれでねめっちゃ三角町のあるボックス型のかかとをねめっちゃ編んで今に至るんだよね <laughs> もう未だに私の編み方はねその編み方が一番多いです そんでねその藤作さんの動画に出会ってねあと YouTube で、あのー、当時伊賀屋さんの靴下を調べてた時にコミーさんの動画をみあの見つけてコミさんが伊賀屋靴下の動画をあの当時上げてらしたんだけどあ今ももちろんあると思うけどねでそれを見つけてそこから あの、コミさんの動画を見始めて、それで私が YouTube を始めるきっかけが、そのコミさんの動画を見たことがきっかけなんですけど、まあ、今回はちょっと編み物歴の話なので、あの、YouTube を始めた話はまた別でするとして。なので、そこでね、靴下を本当にめっちゃ、だ、そう,そうそうそう、私まだね、伊賀屋さんの靴下編んでないんだよ。<laughs> 編んでないんだよ。 ちょっといつか編みたいと思ってるんだけどあのー、ねいつか編みたいと思ってるんだけど <laughs> まだ編んでないです <laughs> よいしょ。ということで耳がついたのでちょっと尻尾をねつけよう。尻尾尻尾。尻,尻尾尻尾。<laughs> <ょっ> <laughs> ごめんなさいなんか今尻尾尻尾を言って恥ずかしくなったわ。 集中 <laughs> ちょっと位置はねここ尻尾の位置結構大事なので。まあ、で編み物歴はその靴下靴下をねすごい編んでてあのまあちょっとねあの YouTube の動画の話は別にするって言ったけどまあ一応関連があるのでちょっと話すと。 その後の編み物歴っていうのは多分あの YouTube のライブ配信で編んでるのが主なのでなので皆さんあの YouTube のね私のライブ配信を見てくださってる方はあのー、当時から見てくださってる方はわかるかと思いますが でそこでねあの靴下以外にもいろいろ編んだり靴下もねあのラベリーのパターンを見て編んだりとかねしたりもしていますただあのそこら辺はあの著作権とかをあの私あの編みながら当時はねあの顔を写して編んでるスタイルじゃなくて手元を写して編んでいたので その手元で編み方操作模様編みとかをしてるとさ編み方がパターンを購入してさ編んでるのにさ無料で見てる人にそのパターンが勝手に分かられてしまうっていうのが良くないよねっていうねそういう状態だったので今ね問い合わせて「大丈夫です」って言ってくださった方以外の靴下編みの あの、パターンを購入しての、あの動画は、ちょっとアーカイブは見れないようにしています。あとは、あのー、えっ、ー、と、枯山水、あのー、ケストラさんのショール、枯山水ショールとか、あと、ケイト玉の本を見て編んだセーターとか、あと、 そこら辺のなんか、何かを、あのー、パターンを見て編んだものに関しては、えっ、ー、と、防具者には問い合わせて、あのー、動画のアーカイブは消しました。って感じです。はい。<laughs> なので、ちょっとアーカイブが残ってないので、何、何編んだかわか、わかんないよっていう方も,も、まあ、いるかもしれないんですけど、あの、顔、顔出した、去年のね、冬、去年の冬というか、あの、年末だね。年末に、あの、あ、あの、過去に編んだもの紹介っていう、あの、Vlog を出してると思うんですけど、そこら辺で編んだものに関しては、多少は紹介していると思うので、気になる方は見てみてください。 <laughs> これねどうしてもちょっとね傾いちゃうんですけどそれはしょうがない。<laughs> ししょょうがないよいよ で編みたいものはねいっぱいあるしすごいあのラベリーとかもさなんかさね <laughs> いっぱい見たりしてた時期もあるしね編みたい編みたいってやってるんだけどなかなか編む時間がないんだよねえー、私はね特にあの編みかけ で次のに移っちゃうとそれ編まなくなっちゃうっていうのがあってでヌーベン <laughs> ヌーベンなんかちょっともうね諦めてね解いちゃったんだよねあれは無理だったなまあ向き不向きがあるからね私は多分あの大きいものを編むの向いてなくて あんまりだからセーターとかも頑張った時は頑張ったよ <laughs> 頑張った時は頑張ったよだけどあんまりねあのー、じっくり <laughs> 時間をかけてできない <laughs> 集中力がないのかもしれないよいしょねー靴下だけはねすごい編んでて。 もうね、ちょっと今数えてないんだけど、まあ、とりあえず100足は超えましたけれども、その後ね、ちょっと数えてない、何足編んだんだろう。ね、ちょっとありがたいことに、この YouTube を活動、YouTube でね、あの、ライブ配信で靴下を編んでいるっていうことをやっていったおかげで、あの、ケイト屋さん、ケイト屋町田店さんからね、あの、 糸を提供していただいて編ませていただくっていう機会もねあのいただいたりとかもしていてそれでねあのたくさん編ませていただいています本当にありがたいですでそうちょっとね宣伝になりますけどあの今年ね「メグコセレクト」KTO 町立さんの「メグコセレクト」 あのキヒノビッツのミトンと靴下が編めるねあの糸のシェイピエスアワードライブの糸のセットをあの販売していただけることになってであの今もあの販売中ですがあのよかったらねあのキヒノビッツのキヒノビッツミトンとキヒノビッツ靴下の編み方動画を出していますので気になる方は 動画見てみてください。よろしくお願いします。で、まあ、編み物歴はね、その、最近の編み物歴に関しては、ちょっと YouTube 見てくださっている方にはお分かりいただけているかなと思います。で、あのー、まあ、定期的にね、編みぐるみも作ったりとかしているし、そう、あのー、タワワさんとか、 確か、たわわさんが進化したのも YouTube 始めてからですね。あの、最初の動画で、あの、たわわさんの原型もちゃんと紹介してると思うんで、その時は確かたわわさんって名前付けてなかったはず。なので、たわわさんになったのは YouTube 始めてからですね。はい。 あタワワさんを知らない方はぜひ私の、あのー、インスタなりツイッターなりを見ていただければタワワさんがたくさん出てきます。はい、さあうさぎの次は目玉をつけるべちょっとね30分ぐらいで動画を終わらせようかと思ったけど完成させたいよね。 ちなみに卵ウサギの目玉なんですけどこの子より大きいです <laughs> 目の大きさがこのうちその編みぐるみもね、あのー、自分があの商品として販売しているものに関してはちょっと作り方はあのー ちょっと YouTube で無料で教えることはちょっと避けたいんですがえっ、ー、とそれ以外のねちょっと簡単な編み方の動画はそのうちアップしようかと思っていますのでねあのあそうそうそうあの七夕ライブリレーなほ姉さんのたまたただたた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 た 7月の6日にその時もねあのー、編みぐるみの作り方ができればやろうかなとまだねちょっとデザインとか考え中なんですがやろうと思っていますねあのー、興味のある方は楽しみにお待ちくださいさて,さてさてさてちょっと待って何かね必要な道具を揃えてない,いてててて先にさ 先にレースを縫い付けた方がいいかな。いや、先に買おうかな。いや、先にレース、あ、じゃあちょっとね、今日やっぱ完成させられないな。<laughs> 完成させられないや、ちょっと最後、ぐだってしまった。あのー、レースつけて、目つけて、チークだね。ちょっと工程が。 多すぎたちょっと時間がかかるから今日はここまでにしちゃいますまあ編み物歴の話はね、あのー、こんな感じかなと、まあ他にもねちょっと話したい編み物の話とかは今後もしていこうかなと思いますではちょっとご,、えー、ごちそうさまでしたんでいい <laughs> そうになっちゃった <laughs> はいえー、とご視聴ありがとうございましたまたねバイバイ ちなみにこのうさぎさんはどの人のお家に行くでしょうかお楽しみにバイバーイ。